お好み焼き銭形。こたびはここ大阪の地にて飯戦じゃ。そこまで量はなさそうじゃな。やっぱ来るよね。二つを混ぜる。ガチャン。シタールウェル YBXA。うまい。お好み焼き銭形。舞い戻ったぞ。頼む。はい。わからん。任せる。かしこまりました。こたびはここ大阪の地にて飯戦じゃ。こたびのチャレンジメニューじゃが、詳しい内容はわからんので目の前で出来上がりを見届けるスタイルじゃ。見るからに熱々でうまそうじゃが、そこまで量はなさそうじゃな。やっぱ来るよね。4つも乗るのか。めちゃくちゃうまそうだな。顎めっちゃ疲れると思う。顎が疲れる。総重量5キロ、制限時間40分。いざ参る。1、スタートです。参る。生きるも死ぬも、甲冑次第じゃ。どちらから行けばいいのか。上の、これから行ってみるか。フォルム。うまい。力強い弾力。歯を押し返してきよる。そして、サジはどちらを使うか。これはデカすぎるであろう。さすがに口が裂けてしまいそうだ。よし、入る。2種類あるから。いきなり、じゃあこの目玉も乗っけておくか。まず、ダメだ。一旦置こう。やはりこのまま行こう。ホルモン飯。めちゃくちゃうまいではないか。よし、もうここで割ろう。マッシュ。よし。ここで混ぜてしまった方がいい。ここじゃ。
こたびの飯戦、総重量5キロといけそうな雰囲気と思うのじゃが、この時点でそう簡単ではないと気づいておったわ。激戦必至じゃ。皿でも足りておらんな。どうすればいいんだ。よし、あなたのカタツムリみたいになってるじゃん。確かにカタツムリみたいになってるのは確かに。よし、入る。飯戦に魔物はつきものだからな。拙者がすべて食らい尽くしてくれる。伸ばせておるとは、銭形殿は王道のお好み焼き、焼きそば、鉄板焼きメニューはもちろんのこと、もんじゃ焼きは10種類以上、創作お好み焼きなども多数用意されておる。一度の来店では全ては難しいと思うが、通常のメニューもめちゃくちゃうまかったのでな、ぜひ足を運んでみてはいかがか。梅コンそば飯。こちらは下に何もおらんかった。すじこ、牛すじこんにゃくじゃな。ソースじゃ、うん、大阪っぽくなってきた、この目玉焼きの黄身と一緒に食べるのが抜群にうまい。スジコンの甘みとソースの刺激が見事に融合しており、たまらん坂じゃ。またこの目玉焼きが良い仕事をしておるな。よっ卵大臣。境界線、少し混ぜていいか。ここが境界線なので、この2つを混ぜる。混ぜることにより、さらに残り30分。
思うよ。うん、君が奴隷にされておるではないか。うん、良い感じじゃ。よし、うん、おお、青のりとカツオの香りがまためちゃくちゃ合うな。ソースマヨに行くか、うん、絶対にうまいであろう。このチャレンジ意外にきついかもしれんな。見るからにギリギリのペースじゃな。全てが固形で流動性がないのに加え、ホルモンとロングソーセージで咀嚼時間を取られておる。これは拙者もいよいよ挽回を披露する時が来たか。うむ、重量で言えば5キロなのじゃが、これに水分を使ってしまうと胃の中で米が膨張して膨れてしまうのでな、安易に水分も使えぬのじゃ。ほぼ半分食べて時間も半分じゃな。めちゃくちゃうまいが、ずっしりきよるな、これは。水ソース、うん、やはり男の香水ソースは大阪でも人気があるのか。うガーリックソースのことだ、うん、ガーリックソースはやはり人気があるのか。あります。なるほど、やはりな、うん、男の香水ソースだからな。ついにマヨ、さらに青のり、風が、これはもう、ガッチーン、ときめきメモリアル2。なるほど、そこまで。めちゃくちゃ男の香水が効いとるわけではないな、うん、ちょうど良い、うまい。私のところ大変恐縮ですけど、一応残り時間が半分を切りました。何？もう意外に時間が経っておる。そがねば、
リアルにちょっとピンチかもしれない、これは。想像以上の多い。だが、少し減ってきよったな。そこでまあ牛筋にこんにゃくの食感がよいのがやはりこの筋根というのは。ワイドジェントルメンコロンではないか。これはキング山本なるものがフライドジェントルメンコロンと言っておったものだ。なんという良い香りを放っておるんだ。だが先にやはりまた忍ばせておったな。この長さ、だいたい拙者の身長が約195センチある。ということはこれかなり長いな。そこは身長を小さく言わんと大きく聞こえないぞ。ん？どっちじゃ？これがロングソーセージの攻略法じゃ。大義林にも乗っておらんぞ。しかもこれはもう既製品ではなく今その場で作ってくれておったからな。よし、こんなにやっておる時間はないんだが、よし、フライドジェントルメンコロン。ガッチャーン、シタール LYBXA。 うまい。やはり出来たてはまた格別じゃな。めちゃくちゃうまい。箸に変えよう。残り時間10分といったところか。いけるのか。おい、ここで武士飯チャンネル初の挽回を披露しよう。挽回満腹絶倒飢餓武神。どうじゃ拙者の挽回は凄まじい威力であったろう。マリマリーカン。
るであろう。銭形。